はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1985年7月27日、ジョージアで行われたアブドーダ・ザ・ブッチャー対ドンバスの試合を振り返ってみたいと思います。アブドーダ・ザ・ブッチャーは新日本プロレス、ドンバスは全日本プロレスをそれぞれ主戦場としており、日本では実現不可能な豪華なカードがジョージアで実現しました。ドンバスがブッチャーに奇襲攻撃、まずはドンバスの先制で試合は始まります。ドンバスの攻撃に苦しむも一瞬の地獄突きで形勢逆転。ブッチャーの渾身のエルボードロップを避け、ドンバスが再び攻勢に転じます。しかしブッチャーのピンチにリック・フレアが救援に駆けつけます。フレアが足音の字、ブッチャーがエルボー、ドンバスは絶体絶命のピンチです。ドンバスのピンチにアメリカンドリームダスティ・ローデスが救出に駆けつけます。ローデスがリングに上がると、ブッチャーとフレアは一目散にリングを降りました。試合はドンバスの反則勝ち。試合後、ローデスとドンバスは勝利の雄たけびを上げました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。熱狂のジョージアからお別れします。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。